はい、みなさんこんにちは、サンディです。今日は金髪でございます。今回はブラックフライデーで買ったものをですね、年明け前にはもう揃っていたんですけども、ちょっとね遅めの報告ビデオになります。で、たくさんっていうか多分3つぐらいに分けて紹介していこうかなと思います。なのでこのビデオはパート1になります。ということで、このビデオを始めたいと思います。では始めましょう。はい、ってことで、一発目は、ビューティージョイントで買ったものになります。で、ビューティージョイントはどれくらいで届いたかな？まあ、割と早く届いたと思います。2週間ぐらいだったかなと思います。で、まあ、届いたの結構早かったので、もうすでに使っている商品が、ちらほらありまして、っていうかほとんどもう使ってるんですけど、で今日のメイクも使っています。はい、でそんな感じでどんどん紹介していこうと思います。でまずはNYX のトータルコントロールっていうファンデーションになるんですけど、こちらは何色だったかな、ゴールデンっていう色を買いました。去年の2017年のお気に入りベストマイベストコスメの動画を見ていただいた方はわかると思うんですけど、私の中のお気に入りで自分が今使っているのはこのバニラっていう色になります。ただバニラはちょっと気持ちね明るいので、なんかコントワーにもできるようなちょっと暗くさせるようにと思ってこのゴールデンを買ったんですけど、思ってたよりもゴールデンがちょっと黄色が強いかなと思って、でもまあ今回使ってるんですよ、一応ゴールデン周りにコントワーとして使っています。なのでまあ買ってよかったかなとは思うんですけど、うん、悪くはなかった。で色の差がこれくらい違うので、今後もしねこうファンデーションを買った時にちょっと失敗した時とか、明るすぎる色を買ってしまった時にこれが結構活躍できるんじゃないかなと思って、まあ暗めのファンデーションはもっと着たかったし、こうみずみずしいって多分混ぜやすいので、まあ買ってよかったかなと思います。はい、で次ですね、これももう使っちゃってるんですけど、で箱からも出しちゃったんですが、これも割とねずっと結構欲しかったやつで、 NYX の、パウダーコントワーパレットになります。これはこういうタイプのは持ってるんですけど、 NYX のはなくて、ちょっと試してみたいなと思ってて、でこれ開けた時にびっくりしたのが、これね私知らなかったんだけど、これ1個こう取れるんですよね、こうやって。もうこれが何のために取れるのかよくわかんないんですけど、もしかしたらまた違うパレットがあってこう組み合わせることができるみたいな、エルフみたいにできるのかなとは思ったんですけど、で色合い的には結構私的には良かったです。でハイライトも入ってるんですよ、こんな感じでハイライトが入ってて、こっちもそうなんですけど、ここがこうラメ感のあるハイライトっぽいのが2つで、こっちはマットです。あとはマットです。これは使いやすいパレットだし、はい、で次なんですけど、これはね出た時からずっと欲しいなって思ってたやつで、そうずっと気になってたのが、これも NYX、 もうほとんど NYX を買いました。こちらです、 NYX の、ハイライトになります。で、私がずっと気になってたのはこっちの水色の方のハイライトになります。もうずっとねこれ気になってて欲しいなって思ってたもので、これをゲットしました。そしてもう一個欲しいなと思ったのがこっち、こっちは今日つけてるんですけど、ゴールドだけどこうピンクがしっかりついてる感じのハイライトになります。ちょっと伝わるかわからないんですけど、ついてますもうすごいいい色で、もうめちゃくちゃ可愛い色たちでした。なのでこれも買ってよかったです。はい、であとはチーク、これも NYX のもので出た時から気になってたんですけど、チークになります。で色がね結構濃かった。これはウェテンワイルドにちょっと似ててこうグラデーションがかってる感じだけど、ウェテンワイルドよりはしっかり色がつくのですごく良かったです。
あの他の色も欲しくなったので、またビューティージョイントでお買い物した時に違う色もゲットしたいなと思っています。あとは、こちらですね。これもわりかしもう結構使っているんですけど、こちらになります。 NYX の The Skinny Mascara っていうマスカラなんですけども、すごく細くて、めちゃくちゃね、下のまつげがすごくやりやすい、マスカラになります。これはずっと欲しくて、で届く前にキャンメイクを買ったんですけど、キャンメイクの細いのも買ったんですけど、こっちの方が細かったです。なのでそう、すっごいやりやすくて、なのでこれはもう絶対またリピしたいと思うし、もうこれはね、自分の持ってるメイクの中で欠かせないアイテムになっています。はい、で今日使っている、ホワイトのリキッドアイライナーなんですけど、日本でなかなかあのホワイトのリキッドアイライナーってあんまりなくて、昔はね、マジョリカマジョリカではあったんですけど、なんかね最近なくて、なのでこの NYX のこれホワイトリキッドライナーを買いました。でこれ結構人気があって、結構売り切れていることが多いので、もうこれもね、運が良ければゲットできるアイテムになります。はい、で今日使ってますね、白のリキッドアイライナーです。これいこう。これもね、ちょっともう結構使っちゃってて、ちょっと減っちゃったんだけど、NYX のハニーっていうプライマーになりますね。今気づいたけど、これそうなんだ、なんか韓国で作られてるみたい。うん、メイドインコリアになってます。知らなかった。そう、これなんですけど、これは結構前から欲しかったんだけど、しかもパッケージがちょっと変わっちゃったの。前ここがねゴールドだったんだけど、でこれね、金粉が入っている、ちょっと私的にはもっとリキッドだと思ったら、結構なんかジェルっぽい粘りのあるプライマーになります。こんな感じで粘りがあるんですけど、そう、一見ねベタベタするかなって思うんですけど、つけてみたら意外とサラッとした感じになるので、全然こうベタベタ感があるわけではないので、すごく使いやすいし、まあそうですね、私は混合肌なんですけど、オイルをコントロールっていうのはあまり求めない方がいいかもしれない。ファンデーションをつける前にバランスサラッとさせてくれるっていう感じで私は使っています。なのでまたね、毛穴とかそのオイル関係に関してはまた違う、下地を使ったりすることもあるし、まあ逆に、ちょっと乾燥しちゃうファンデーションの時に結構これ1個だけっていう時もあります。はい、ちょっとね、ちょっとだいぶ減っちゃったんだよね。思ってたよりも結構使っちゃいました。でもすごい良かったです。あとはこれも開けちゃってるし、今日使ってるんですけど、これもずっと気になってたので、NYX の、アイブロウポマードがずっと気になってたのでこれ買ってみたんですけど、で色はブルネットっていう色になります。まあ色は全然悪くないんですけど、他と比べるとどうなんだろう。カラポップのブルネットとはまあちょっと、カラポップの方がこうオレンジ感があるというか、なんていうか、こっちがニックス、こっちがカラポップになります。こんな感じ。まあでも、悪くないかなとは思うんですけど、ニックスに関してはもうちょっとこう、これくらい髪の毛が明るくないとちょっと浮いちゃうかなとは思いました。で、発色の方は気持ち薄いかなとは思いましたね。ちょっとなんか重ねてつけないと、ちょっと私の好みとしてはこれくらい濃くしたい場合は重ねないといけないんだけど、まあこれくらい薄い人は一塗りでいいかなと思います。はい、で、この2本使っているんですけど、アイライナーにも使っています。これアイライナーに使っているのが、何番だ ?20 番になります。で、リップも2本とも使っているんですけど、中心にはこっちの色18番を使っています。
で、周りが20番になります。すごくね、使いやすい色でしたし、ベタベタしないし、マットにしてはこう乾燥するほどまでの乾きようではない。だからこう、なんていうのかな、ガサッとした感じにならない、パサパサした感じにならないけど、うん、でも保湿とかね、こうなんていうの、常に保湿してる唇がいいっていう人に関してはちょっとこれつける前にバーム、リップバームとかつけた方がいいかもしれない。でも普通に私からしたら全然これはつけた後も乾燥とか全然気にならないっていう感じでした。はい。でリップに関してはいろいろ買ったんですけど、リキッドはこの2本だけで、あとは気になってたのがね、このニックスのマットリップスティックの方買いました。これ2つ買ってみたんですけど、とりあえず2つずつ買ってみようと思って、で、よければまた違う色を買おうかなと思って、まずこっち、19番を買いました。19番と38番を買ったんですけど、色はすごく可愛いし、これはね、またリキッドと違って、まあ、クリーミー感あるのに、まあまあ、ちゃんとマットしてるっていう感じで、色も結構使いやすい色たちになっています。なのでニックスのこのマットリップスティックもおすすめです。あとはこれもまた、リップスティックなんですけど、これも気になってたやつで、メタリックな感じの色たちの、リップを買ってみました。で、今回は、まあ、さっきも見てもらっても分かると思うんですけど、こうピンクっぽい、ベージュっぽいっていうのがすごく好きなんですけど、で、この、メタリックに関してはもうちょっと変わった色買おうかなと思って、まあ、1個は、まあそういうベージュ系とかに合わせやすいような色を買ってみたんですけど、こんな感じの茶色っぽい感じのオレンジっぽいメタルって感じ、メタリックな感じの色を買ってみました。で、もう一個が、あ、これがね、04番っていう色になります。で、もう一個が、もうちょっと紫っぽい感じの色を買ってみました。これはどっちかっていうとピンク系とか、パープル系のリップと合わせようかなと思ってる色です。そんな感じでこういった感じの色を2本買ってみました。はい。で、ニックスはここまで。で、あと2つ買ったのがミラニになるんですけど、これはね、もうずっと持ってるやつで、前にも言ったけど壊れてもなくなったから、リピしたのがこのミラニのリップスティックになります。61番マットネイケッドっていう色になります。この色は大好き。そう、これもお気に入りに入っていたリップスティックになります。そしてミラニの、セッティングスプレー、ずっと気になってたんですけど、そう、結構ね、出てから売り切れ状態が結構続いてたので、やっとゲットできました。で、開けてみたら結構みんな評価すごい良くて、なんだろう、このスプレーのミストが細かい、確かに細かい。他のミストだと結構こう、なんだろう、ベタッとこうブシュッと出てる感じがするんだけど、これすごい細かい。で、匂いもめちゃくちゃいい匂いしてるから、まあ匂いがついてるのが好きじゃない人に関してはこれちょっときついかもしれない。うん、割と結構いい匂いしてるとは、私は好きなんですけど。で、一応16時間持つみたいなことは書いてあるんですけど、どうなんだろうっていう感じでこれ買ってみました。まあまた使い終わったらまた感想を、皆さんに教えようかな、シェアしようかなと思っています。ブラックフライデーとは関係ないけど、まあニックスの商品たちを一緒に、紹介してたので、最近よく使っているパレットになるんですけど、ニックスのこちらのパレットになります。このパレットに関してはビューティージョイントでずっと売り切れ状態だったんですよ。で、今また見たら売り切れてたんですけど、メルカリでゲットしました。これは売っていた方は試し塗りだから、本当に買った時は多分4色ぐらいだけこう指で多分プンプンプンとやっただけっぽくて、全然こう使われてる感じはしなかったので、久しぶりにメルカリでコスメを買ってみました。結構
あのメルカリが出たばかりの時はそう中古って言ったら中古、中古のコスメ買ったことあるんですけど、あと新品も買ったことあって、でももうだいぶねずっともう買ってなくて、そう2年かな、まあだいぶもう買ってなかったんですけど、友達にあるよって言われて、おっと思って見に行ったらあって、このパレットをゲットしたんですけど、もしねビューティージョイントで購入を考えている方で、何かパレットいいのないかなって探してる方、これおすすめです。もし運が良くてね、在庫があったらぜひこれ買ってください。もうこれねめちゃくちゃいいの。しかもなんかよくよく見るとちょっとねヒューダービューティーのやつにちょっと似てるよね。気持ち似てるんですよ、色合いが。すっごい使いやすいし、すごいブレンディングしやすいので、初心者の方でも全然使いやすいパレットになってるし、色もいろいろあるから使いやすい、組み合わせやすいし、そう遊びやすいパレットになっているので、これ以外のトーンのパレットたちもあるんだけど、ビューティージョイントでは見かけなくて、ビューティーベイかビューティーリッシュの方ではあるかな、多分確かっていう感じです。で、これが、第1弾のブラックフライデーでの、お買い物になります。多分またね、次パート2も同じルックになってしまいますが、ぜひそちらの方も見ていってください。では今日見てくれてありがとうございました。またねー。